本日のテーマはこちら、会社員でもできるおすすめ節税ベスト6について。一般的な会社員男性の生涯賃金は約 2.5 億円、このうち約 20% の 0.5 億円は税金と社会保険料と言われているんです。しかし会社員でもうまく節税をすることでこの負担を軽減することができるんです。6位から2位を紹介してきましたので、続いては第1位、確定申告、青色申告。青色申告とは確定申告の種類の一つで、所得税を正しく納税するために行う申告納税制度のこと。事前に手続きを行った上で一定の水準を満たす場合には、不動産や事業等の所得から最大65万円が控除されたり、家族の給与を経費扱いにできたりといったメリットもあるんです。デメリットとしては、事前に青色申告の申請が必要であったり、帳簿の作成が難しいなどが挙げられますが、それを乗り越えると40年間であれば1000万円以上の節税になるかもしれません。うまく節税できるようになれば今よりも自由な自分に近づけます。メリット、デメリット双方を理解した上でぜひやってみましょう。その他様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。では皆さん、いつも高評価やコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。